何をするんですか今日は。実は僕もあんまり知らされてなくて、しりとりで暗記するとは聞いてるんです、あ、調べてんねや、すべての。うわー何個あんの、何個あんの、たるみ調べで4600。うえーおおはようございます。あ、チキチキジョニーさん。何何？アンケートござる見てる？見てます見てます。どうどう？面白いです。うん、これ見てこれ見て。生放送中ですからね。生放送です。はい。しりとりしに行くんです。しりとり。町名しりとり。わかりました。新しいやろ。若手の企画を僕らやってるんや。もうな長いことやってないからもうそんな早いことやめよ。エビア町ってどこにあるの？どの辺？下がっていったあの京都のロフトのあたりです。モレさん、あった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 。あ、ありました。あったあったあった。矢野さん、ここな？いや、これなんすか？これ、え、仏像彫刻か。え、仏像。もうやっぱ100年以上。あ、そうですか。はい。え、3代目。私一応5代目。あ、5代目。はい。やーね、やエビやエビヤ町のややーね、ベタやけど山川町どうね、分からへんけど。いつからここ開業されてるんですか？大体400年ぐらい前とからまあ続いてると言われてるんですけれども、日本でも一番古いんじゃないかと言われてる。はい、言われてる。まあ、そらそやわな。山川さん、山川町の和ですよ。和ある、和からある。和は少ないんちゃうか。タルミ君目つぶってピッてやってみ。タルミ君目つぶってピッてやってみ。目手人差し指出してやってみ。せーの。よ。どこ？おお。和久屋町。和久屋町。じゃあ行きましょう。あなたの町にアンギャでござる。たるみさん、はい、次行くのが和久屋町ですね。五所南の裁判所の、うん、裁判所行ったね、西側です、うんうん、裁判所西側。おあの辺が和久屋町。正真正銘何にも仕込んでないそうですよ、うん、運転してる人だって今からってナビ入れてるような企画ありますこんなん。もし何かあのネタが見つからなかったら君責任取ってくださいね。自分で言うのも手前味噌ですけど、エビア町ね、で今の山川町、これまあまあものすごい当たり引いたと思ってるんで、今回はもうたるみさん物件、たるみさん物件なんで。森脇さんそういうとこありますよ。たるみ物件が当たったとしても森脇さん最終的にはこの同じとこで自分の手柄見せると思いますよ。マジで。たるみさんここ、この辺り、あのあそこに和久屋町。あ、ほんまや。どこ看板、和久屋町ビルって書いてある。あ、あ、の間違いなしや。ここから、あ、ここに書いてるわ、神丹の和久屋町。ほんまや、隠れてるけど和久屋町って書いてるわ。あ、間違いなしですわ、はい、な、ちょっと休憩しよう。ここ和久屋町、それっぽいな。聞いてみましょうか。一応聞いてみる。お世話になります。TBS 京都のアンギャでござるという番組なんですけども、こちら和久屋町ですか？あ、和久屋町。え、和久屋町。はい。あ、和久屋町。ありがとうございます。じゃあちょっとケーキいいですか？あ、はい。すいません、お邪魔します。ここのお店はいつ頃から店長やっておられるんですか？お店自体は一昨年の夏、4月ぐらいからですね。ああ、そうですか。なので1年半経ってないぐらい。あ、ほなまだまだ新しいお店や。よし。メインは何の？メインとしてはロールケーキです。これか、ロールケーキ大好き芸人。いつかアメトークにも呼んでもらいたいなと思ってるぐらいだったんよ。これ今初めて聞きましたね。ロールケーキ大好き芸人。どれでもですか。はい、フルーツもすぐカットできるんで。え、いちごもカットできるの？はい。いや、これはでもこれで売ってはるんちゃう。バラ売りできますの？はい、カットするご用意。いいですね。画期的なロールケーキだな。お肉屋さんみたいな感じ。ほんまやな。お肉屋さんみたいな。じゃあこれ本日のロール、フルーツロール。あ、本日の。矢野さんは？僕はそしたらキャラメルロールで。いく？これはもうこれでいい。これ。ああ、そうかそうか。頼み込むな、これ一応ロールにしいや。はい。
ただきます。で、あとうちのマネージャーの向山マネージャーも、あ、うちのマネージャー、松竹芸能のマネージャーの、いつもお世話になっております。あの出身福知山市で、お父さんお母さんいつも見てくれたはず。チョコロールがいい。じゃあそんだけお願いします。僕ロールケーキやから全部買わなあかんと思うもんね。思うよね。そう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 。あれまた新しい商品、ね、あれよかったな。これください。切ってくれはんねん。こう切ってもうたら、うん、5つ買うたら5つ分で済むんでしょあれ、うん、5種類買うたら、ね、あれよかった。いや素敵なお店と出会えたね、うん、でもたまたまやもんね。たまたまや。これ結構分厚い、ね、分厚い分厚い、ね、もっと僕薄いと思ってた、薄いと思ってた、ね、うわー食べ応え十分違うこれ。ポコさんええー、とこ当たるやろ。いただきます。今日のフルーツです。うん、フルーツが新鮮ですね。果物屋さんのフルーツをもうそのまま食べてるみたい。うん、うわ美味しいね。美味しい。いやでも食べてよ。もったいぶいただきます。アルミ粉が引いてんで。これ何の投稿会なの。これテレビあれへんやん。タレント証明。おい。本当にフルーツがフレッシュ。なあ、フレッシュやな。うちのマネージャーの向山さん。いただきます。どう。うん。美味しいです。うん。福知山で見てる、福知山で見てるお父さんお母さんに。いいもん食べさせてもらってます。舞妓さん、芸妓さん結構来はんの。あ、ちょっと仲良してもらう。へぇー、うん、間違いない。話してもらおうってことで、ね、それもいいじゃない、はい、間違いないね。あなたの町にアンギャでござる。美味しいわ。で、やー、やーでちょっと選んでもらいます。いや。そうやね、店長さんに一遍選んでもらおうか。ああそうやね。なんか気になるところを言うてもらったら僕らそこ行きますね。どこまで。ここまで。ここまで。まあ、3つある。あ、3つあるわ。どれ行きます。真ん中。真ん中お願いします。真ん中行きますね。もしここで何もネタ見つからなかった番組がもぞ盛り下がったらこれ店長さんの責任になりますから。これは責任取ってもらうってことで、はいはい、あ、また買いに来てください。もう一回食べてね、落ち着いてね、はいはい。サモリさん次ヤーですよ。おでまたヤー八百屋町。八百屋町、そんなあんなそんな名前のとこあるんですね。あるみたいですね。へ、結構ほんで八百屋町って数ありましたもんね。あったね。ま、ありましたね。まあやっぱりあの、まあ、最近でもあの八百屋さんというあんまちょっと聞かなくなったと思わへん。八百屋さん、八百屋さん、今の若い子に八百屋さんって何言ってるか知ってるか言ったら知らんらしいで。ほんま。うん、そうやろ。八百屋さん、うん、だって八百屋さんってもう八百屋さんっていうかその個人商店あんまないもんね最近。確かに。これでもほんまに偶然の一期一会ってすごいですね。うまいよね、うん、あれは多分完璧かかってる。だから次また何かあるんちゃう。まあでもあんま期待せんとこや。いやそんなこと言ってもさっきのもあれですよ。結局はケーキ屋はあれですよ。結局たるみですよ。物件として、物件として話しろけたら森脇さんです。おお、まあでもここ行こうって言うたら僕やん。まあまあここ行こうかって何軒しかなかったじゃないですか。しかも開いてる店。次のとこどうなんですか。次は、次はだからあのロールケーキ屋さんの店長物件やから。店長物件まずはほんでそっから広げんのはでも森脇さんでしょ。だからまあまあまあチームでや、チームで。ほんまにチーム言うてます。次の車乗った時チーム言う言葉絶対ないと思いますわ。僕らこれファミリーやろ。ファミリー最近ねテレビでもラジオでもファミリーで言い出したら潰れます。この辺が、はい、この辺そうなっちゃいます。この辺です。ファミリーマートさんがあってこの辺、こっち図あるどかない。なあの八百屋町という八百屋町って書いてないね。書いてない。やっぱ七条堀川ってなってるね全部ね。まあ、そうやね。七条堀川になってるわ。水道局もそうやもんね。こんにちは。あ、こんにちは。どうも。またお願いします。ありがとうございます。あ、楽な高校。僕も楽なやで。またまた。ここ、町名知ってます？町名。八百屋町。八百屋町。八百屋町やっぱり。あ、ほんまや。ほんまや。間違いない。ほんまや。八百屋町一番地。間違いないわ。
堀川西いる八百屋町一番です。僕あの昭和58年9年卒業ですわ。あ、僕もっと大昔だけど当時高校時代ですか。の後です。あ、先輩。あ、先輩。ありがとうございます。みんなスマホで写真撮ろうとしたんじゃないですか。もう遠いな。大丈夫ですか。遠いな。これ何の工事ですか、ここは。何があったんですか。マンション。ホテル。ホテル。ホテル多いな。ホテル。でもやっぱりね、見てくださいよ。このやっぱホテルって我々上ばっかり見てるけど、やっぱり大事なのはこの基礎ですね。うん、よう分かってますね。それも50歳超えてから分かるようになりました。それまで上ばっかり見てましたよ。上見てたらあかんな、下見なあかんなっていう皆さん方のこの苦労が。でもやっぱチームワークって大事なんじゃないですか。大事ですね。ちょっとチームワーク一番若手は一番大切なのは何ですか。仕事にとって一番大切なのは段取り。段取りやん。ええこと言いましたね。八百屋町、うん、全く知らなかった。一軒も八百屋さんもないしね。八百屋さんもなかった。いやいや、ほんまやな、八百屋さんもなかったな。もう高校の先輩が声かけて、もうあそこからグッと中に入ったら、ええー、話だったで。ええー、話。仕事で大事なのは何。段取り。やっぱり昼休みやから喋れたけど、ね、あんなの作業中やったらすいません言うて行かれへんもんね。和久屋町というところいまして、で今和久屋町からヤーで八百屋町に来たんです。ヤーヤーでも好きなとこ行ってください。ヤーで好きなとこ行ってくれたらこれで山城町。山城町東山区。なんかパッと今インスピレーションですか。思いつきで。思いつき、まあ、それが一番大事ですね。仕事で一番大事なのは段取りこれですよ。だから僕らも段取り、段取り、いつも固めていきましょう。段取りめちゃくちゃ悪いです。すいませんでした。すいません、ありがとうございます。仕事中、すいませんでした。さあ、はい、いやー、やっぱりええ言葉今聞きましたよ。僕はあの彼が言うたね、うん、仕事で一番大事な段取り、はい、これが思いで俺ちょっと、僕ちょっとね響いてんのよね。響きましたけど、これはもう縁の下の力持ちっていう、そうやね、いわゆるそういう方々だから、いわゆる愚直を絵に描いたような男たちでしたよ。あ、そうだね。あ、さあ、山城町どんなところでしょうか。山城町、東山区のね。東山区どのあたり。東山区の行ったことあります。え、行ったことあるの。行ったことあります。じゃあそれだけヒントで行きますか。たるみさん、はい、山城町はこのあたり。ここ柳田さん来ましたよ。来たことあるよ。え、ここ大黒町のアンギャ。大黒町アンギャで来たんだ。来たで、大黒町やね、なんで山城町やねん言った。デジャブやね。言った、なんで2丁目の後に丁目つくねん言ってたわ。大黒町なんだ。あ、森さん、はい、あかんわ。何が開けませんの。これ山城町って書いてますわ。あ、大黒町通り松原下がる2丁目山城町って書いてあるわ、うんうん、よく見てこれ大黒町になってる。あ、ほんまや。これは大黒町通り。大黒町通り。ちょっとややこしい。ちょっと説明して、どういうこと。なんで大黒町はそこにあんねん。このレポからで、この大黒町通り、うん、大黒町通りなんや。ほんで大黒町通りを上がると、うん、この大黒町の由来のお寺があるんで行きましょうよ。あんの父さん自分でやりながらやるから。どこが山城町になるの。あっち側ですね。あ、こっち。はい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 。ほー、あれ、あじき路地や。帽子。ああ、柳田さんが。帽子。合う帽子がないって泣いたとこや。泣いてよ。誰が泣く。合う帽子がない、合う帽子がない言うて。どんな。わ、でもほんまに、さっきずっと見てきたよりもちょっといい感じで古いですね。おはようございます。森脇健児です。お世話になります。健ちゃん、健ちゃん。じゃあちょっと取材いいですか。どうぞどうぞ。すみません。はい、帽子屋さん、はい、これ全部手作り。そうです、あのオーダーメイドで帽子を作りしてて。へー、測ってくれはんの。はい、あの頭のサイズを。マジですか、はい、僕ね頭めちゃくちゃ大きいと
僕ね、いやめちゃめちゃちっちゃいですよ。ちっちゃいですよ。ほんでね、はい、これ僕ね夢があったんですよ。僕ね帽子ほんまかぶったことないね。50年間生きてきて。あ、やっぱ大きいわ。ブカブカですよ。カサブランカダンディ。いやブカブカですよ。なわけあれへんやん。いやほんまやブカブカやん。俺も。ほらもう入れ。こんなのありますよ。すいやんちょっと待って。俺ね、初めていいですか。俺ね50歳ですよ今、はい。帽子入ったことないですよ。どうぞ入りますように。はい、はい、あ、ちょっと入るけど、なんかいけそう、ま、でも乗ってるだけは赤が大きくなる。帽子が大きくなる。ちょっと待ってください。大家さん、おがんだけど届けへん。赤は味きろじも山城町ゾーンということ。あの現場の方々すごいね。あった、また山城の あったな。あ、山城路地ってあるで、山内さん。これ学部地屋さんじゃん。こんにちは。あ、おはようございます。あ、こんにちは、はい、あ、今森井健二と申します、はい、すいません、素顔の京都というので今歩いてまして、はい、ここを山城路地って言うんですか。あ、山城路地。老寺京都は老寺、はい、じゃなくて老寺って言うんです。昔からこういうところでいろんな商売やってはるんですか。まあこの辺職人が多かったからね、昔から。職人さんが多かったんですか。今これは何をやってますか。あ、うちは学部地です。学部地、学部地さん、もう学部かっこええわ。ほんまや。ちょっと中身してもらっていきません。あ、いいですよ。いいですか。ありがとうございます。森井健二と申します。すいません、突然すいません。まあ、お久しぶりは何でしてね。すごい。すいません、突然。親子ですか、お父さん。いや、弟です。あ、弟。仲良やったんですか。仲良やってありますね。なかなか兄弟でって。まあまあね。もう何十年やってますか、兄弟で。もう50年。私はもう60何年やってるから。素顔の京都見えてきたな。あ、ご無沙汰します。ご無沙汰します。ご無沙汰します。あ、いはる兄弟の お元気で。ここ山城町。今山城町回ってますね。もうね、額縁屋さんのね、京都の額縁さん言ったらもうここの兄弟でやってる、ご兄弟でやってるけど。さあ、僕らここ前来たんが老寺、京都の老寺で、去年かな、ね、来させてもらいました。あれをオンエア見ていただきましたか、放送は。見せもらいました。どんな感じでしたか。ちょっと兄貴はちょっとわし年見えざ言うて。僕なんかどうでしたか。はい、印象良かった。よし、よし、素直、謙虚、感謝、やる気、元気、森脇。ちょっと待ってください。印象悪かったんで現場で雰囲気やるって言ってる。印象、うまいことね。今編集があるからね。やっぱ現場よりも印象良く。はいはい、ここが山城町です。山城町です。次が山城。ロあるか。ロこっちでしょ。バリルーロ。今ね、町名でしりとりしてます、ね。ああ。山城やからローから選ばなかったんですよ。山城町ローでね、山城のローやから結構ありますね。ちょっと見ます。こんだけからこれなんて見ますの。六郎町、はい、六郎町面白そうな。これで六郎町って読むんですか。六郎って回す六郎。じゃあここ行ってみようか。ここ六郎町言うとはね、ない学校やからね。あ、この六郎町。はい。あ、そうですか。はい、六原三つ寺、はい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 、あの前が西六郎町で、三町の三つ分かれてでね。へえ。西六郎、中六郎、うん、で東六郎、うん、松原通りがそうです。町名博士みたいな。すごいな。あるわ。うわ、来た。あ、ここもやっぱり二丁目六郎町になってる。はい、来たね。松原通り。これも六郎って読めへんよね。六郎読めへん。二丁目の後にまた町名来る。ほんまやな。ほんま。これも京都のなんか謎めいたとこですね。右手とまっすぐ両方。あ、結構大きいの。はい、横原美筋前行ったからじゃあこっち行きますか。横原美筋、幽霊子育て雨って何やのこれ。え、あ、いた、よかった。あ、こんにちは、すいません。どうも、突然すいません、森脇健二と申します。KBS 京都の今番組で前撮ってまして、幽霊の子育て雨って書いてあったんですけど、はい、どういったお話なんですか。今から400
21年前にね、うん、あのお腹の大きなねあのお母さんが亡くならはったんですよ、うん、で昔は土葬だったので、うん、もうそのまま土の中に葬ってしまったんです、うんうん、そしたらお墓の中で亡くならはったお母さんから赤ちゃんだけが頑張って生まれてきた。それでお母さんは自分がもう亡くなってしまっておっぱいが出ないので、うんうん、毎晩幽霊になって、うんうん、この網を買いに来てこの網をお墓に持ち帰って、うん、おっぱいの代わりに与えてはったので、うん、幽霊子育て飴っていう名前に変えたんです。ただの飴で売ってたんですけど、はい、怖い話かなと思ったらええ話やねんね。ちょっと人情階段みたいな、うん、ね、うん、あ人情階段、なるほど、人情階段やろね、あれはね、ええ話やったな。おかみさんがお化けのね、うん、幽霊の話、うん、ノー編集ですよ、まあまあ、完璧やん。それは完璧な編集、ノー編集。お母さんはもう毎日5回6回したんちゃう。それは聞いて言われるもんね、うん、命をつないだ雨、はいはい、わこんな感じ、こんな感じや。懐かしい。あそう、ね、昭和の僕らはほら昭和42年生まれですから、はい、こういうのレロ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 なめんねんで言うておふくろに言われてね、噛んだらあかんでって言うてね、もう懐かしいわ、うん、優しい。あの一つずつ手作りですので、ね、同じ形が二度とないです。ほんまい、懐かしい、はい、懐かしいな。もうほんで お店はここだけしかないんです。ここへ来てもらわないとこの飴は買えません。他に一切出してないの。ネットで売ってない。ネットでも売ってません。でも百貨店でもないんだ、はい、なしです。ここへ来てもらわないとないです。ちょ名前はね、うん、ちょっとおどろおどろしいですよ、ね、幽霊、うん、子育て飴。でも今のお話聞いたら、うん、ここの飴を食べて命をつないだということですよ。じゃあ僕らも、まあ日本では一番古いです、飴屋さんとして。飴屋さんです、はい、日本一です。あの500年やってます。私で20代目です。さっき先週もね、うん、あの日本一古い本屋でやったんですよ。あ、そうです、ね、すごいな。そこにね書いてると思うんですけど、うんうんうん、六道の辻です。あの世とこの世の境なんです。ええ、ここは六、そこに、ね、どっちがあの世なの、ちょっと分からない、はい、この道を境に、うん、あの世とこの世になってるんですけど、多分こっちがあの世、ちょっとはっきりそれ知りたくないんです。そりゃあの世やろ、こっちは。あの世でもいい、まあまあ、あの世でもいい、ね。さあここでありますけども、六っていうこうありますけども、六路町とか、はい、ちょっと選んでもらいます、ね、僕ら行きますんで今から。ここでいいですけど、呼んでもらっていいですか。六角油の工事町、じゃあ中京区、そう行きましょう。じゃあそこ行かせてもらいます。行ってきます。まあでもなんかあの世の人が弱ったから怖いけど。あの世の人って言うから。ああそうか、六路町ってあったよね。いやもう全然知らない。学部長のね、うん、ご主人だけど、あ知ってたね。この企画やってみたらもういろんな名前あるんですね。隣に住んでても知らん人いっぱいおると思うわ、あれ。まただから京都は町名だって、何丁目の後にまだ町名つくんやもん。ほんまやね、四丁目なんとか町とかね。なんでこうなっていったんやろね。いやいやいや、そんなアカデミックの話は分かんないですけどね。それはそれまたあの学部長の大将に聞かなあかんで。どうですかこれ、うん、次は皆さんの町、はい、なんとか町に行きますよこれ。あなたの町にあんじゃでガザル。ちょっとダチョウクラブ入ってて、はい、千年の都。